何を知ってるの、悪くばっか言ってさ、かやちゃんのことは悪く言って許されてると許されると思ってる、やめてな、ほんと俺の仲間のこと言うの。他でやってそれ、礼儀正しいねところとか知らないだろ、配信外とか。本当にありがとうございました。礼儀正しいんだよ、かえちゃんは。あとね、チクチク、確かにね、思ったことをすぐ言うじゃん。でもね、過疎にも優しくない？なんだかんだ家に入れてさ、ね、ふてぶてしい顔でさ、配信やりなよとか、やればいいじゃん、やるために来たんでしょとかって言いながらやらしてあげるでしょ。優しいんだよ、知らないだろ。だってさ、自分が嫌いで関わらなきゃいいじゃん。でも俺に関わるなとかやめろよ。俺が決めるんだよ、関わる人間も全て。俺の自由じゃん、そんなの。俺の人生だし、裏切られたら俺の責任だしね。リスナーの目を信じてない、自分の目を信じてるから。配信だって自分信じてやっていくんだよ俺は。で、飽きたらポイって言うけど、俺男はポイしない、女はポイしてもね。女はもうつまんないなと思ったらポイする。それは否めない。配信に飽きちゃうからね、カップル配信に。つまんないじゃん。だって俺今まで女作ったら同棲してきたでしょ。ね、配信つけたら女がいて、ね、女まだいるのと女の枠コメントばっかしで、つまんないじゃん配信が。嫌になるんだ俺は。最低でもいいよ。リーちゃんさ、ねえ、奈々ちゃんから LINE 来るって報告いいんだけど、ねえ、ゼロリスなの、7リスなの、いつも同時に見てるけど、この時間。どっちなの、リーちゃん。ねえ。それ両方好きなの分かるけど。で、7リスがなんで俺の枠にいるの？向こう行けよ。ゼロワン、こんなの興味ないよ、ムービー来たって。何系のムービーなの？これ嬉しいの？LINE 見て、エール系？何エールって。この応援されなくても俺はちゃんとできるけど、配信者にエールを送る応援ライン、何やるよお前。俺やろ、全然嬉しくないんだけど、そういうの。俺を応援してるってこと？なっちゃう、好きな、好きってこと？俺の、そういうこと？好きなの？みんなに送って、俺だけじゃないならいいわ、そういうの。みんなに送ってるなら、早く見ろよ。ゼロワン君、ちょっと待って、お久しぶりです。お久しぶり、ちょっと始まっちゃったや。ちょっと待ってよ、ナナちゃん、実際見せるから。ゼロワン君、お久しぶりです。あなた22日に一日店長やるみたいですけど、おめでとうございます。あんなお店もう二度と行きたくない。特にあなたがカウンターに立ってる姿なんて見たくない。あんたも落ちたね。落ちた、
確かにね、うん、あんなねイギリス子の支配下に置かれたねアキコママの店、うん、俺がやるなんてね、うん、行くことすらないと思ってたよ。でもさリスナーさん、ちょっとでも話題作ったりね、東京でさ何かしようってこれ大事なことじゃない？違う？うん、でいろんな人とやっぱ仲良くしていくっていうのもこれ大事だと思うんだよ俺は。うん、こうバカにするのもいいけど、俺はそういうつもりで全力でやらせてもらう、はっきり言って。でこれみんなねブーメランなんだよ結局自分も生きながらこうやって見下してるこいつが落ちてると思わない？どっちが落ちてるのね、アキコママをバカにしてあんな店とか行って、同じ類なのにちゃうんかい、うん、アキコママバカにするんじゃねえよてめえよ。最近の行いを少しは反省しろ。人のこと言えないぞ。違うの？バカにして。あんたさ、ねえ、ファミリーレストランみやびをバカにされたらどんな気持ち？ねえ。それ良くないんじゃない？うん。動画送ろうよ。だって1万人に見られちゃう、期待値が高いじゃん。面白くないとダメでしょね。で20秒ぐらいでしょ。 できるの？うん、ハードル高いじゃん。うん、ハードル、うん、1万人だよ。でお墨規制解除されたよ。チャンスっつうかもうしっかり売名してるから、うん、あそこの枠はもういいんだよ、終わってるんだよ。向こうのリスナーは知ってるの俺のこと。うん、で結構高い評価もらってるから、うん、大丈夫なんだ。力の見せ所、それ一発本番うん、送って、うん、でラップが結構高評価だったね。ラップが、うん、いいでしょあれ、恒例でね、ひふみや行くのね。早く送らないと。いや、そうやってだからラップとか言わないでもできないよ。いや顔がブサイクだわ。藤沢さんよりブサイクだわ。こんなブサイク、すごいブサイクなんだけど終わっちゃう前にあのケチつぐちゃん、いつもアキコママの店に来てね、3000円すら使わない女、今回はシャンパンでも入れてね、1本と言わず2本3本待ってるね、ナナちゃんありがとうねこれどうなの、これダメ普通、うん、だってほら言えないもん、恥ずかしいじゃん、ダメ、うん、もういいよ送らなくて、恥ずかしいから、うん、弱い、うん、そんな動画を送り合うとかしたことないし恥ずかしいわ、気持ち悪いじゃん、うん、いやもううるせえんだよラップとか、
はいよ。いや、もういいよ。それ来るんでしょ。来たらいいやん。うん、奈々ちゃんね。で、狛江くんと来たら、狛江くんと。ね。狛江も、で、狛江くんさ、あの、ベトナムのお土産持ってきてよ。ね。ベトナムのね、お土産買ってくれてるっていうから。ベトナムのお土産でも、秋駒の店、秋駒の店はディスらないでよ。秋駒の店は早くってうるさいんだよ。ラジコにするなよ。やめてよ、ほんとにイライラする。ほんとしつこいよね。うん、なんで俺が送んなきゃいけないんだ。勝手に送られてきてお返しって、ふざけんなよ。ニヤニヤした顔送んなきゃいけないの。拾ってる。しつこくしないね。で、奈々ちゃんそれどころじゃなくて、で、ゼロワン君から来たとか言って、何こいつつまんないって言われるんだよ。気持ち悪いって言われるんだよ。ね、気持ち悪いって。うん、嫌だよ、あんな目に浮かぶでしょ、うん、ほんと気持ち悪いって言うでしょ、うん、で、ちょっと養分ちゃんもね、前乗りしてきたら分からん、うん、あれだけど、そうやって言われるのも嫌かもしれないけど、うん、ねえ、ドピさん、どう、だから、ちょっと、ね、で、酒でも飲んでたら、あれできるんじゃないの。で、呼ぶリスナーさん今いる？で、今やっぱちょっとわだかまりある？まだ。ある？な、俺もね、ちょっと謝ることを謝りたいけど、うん、俺も言われてることもあるから。いろいろね、会社のこととかいろいろもね、なんかあるから、うん、両方好きっていう人いる、うん、もう一番付き合い長いからね。なんで揉めたか、なんか遊ぼうって言ったら都合よく連絡してくるなって、そっからじゃない、違ったっけ。謝る必要もないと思うけど、何に謝ればいいんだろう。でも仲直りしたところでリスナーがやっぱバチバチやっちゃうんじゃない、うん、怖い。ちょっとリスナーも怖いちょっと。いや、まあ喧嘩じゃないんだけどね。うん。喧嘩じゃないんだけど、いや、よくあるんですよ。ね。このお互い言い合うっていうのはよくあるんだけど、あの、言われたくないことを言われるとちょっとっていう、今回ちょっと俺のことは別にいいんだよ。うん、で、言われたくないこともあるじゃんっていうことなんだ。うん、だから向こうも家族のこととか言われたくないことあるでしょ、俺って。うん、その守ってることだよ。うん、はちみつ、まあ俺が俺の会社だから、まあね、一般的にまあリスナーに言われるのは仕方ないよ、リスナーさんにね。うん、
どうせ潰れるぐらいのこと言われるのは仕方ないけど、まあちょっと難しいですね、うん、まあでも仲良くしたいかな、お便り来ましたね。ちょっと通話してみますか。お便りのコーナー来たんで。ちょっとお便りのコーナー行っていいですか。うん。あ、おはよう。はい。おはようございます。どうしました？ね。はい。大変また仕事で、はい、私の事情で、はい、もう言ってないんですが、はい、まあ、まあ LINE にも書いたんですが、はい、大変なんですよ。何が大変ですか？あのお金がね、はい、ピンチで、お金がピンチで、もしよければ、はい、ゼロワンさんの、はい、会社で、はい、雇って、あ、そうなんですね。はい。でちょっとオーディション前回やったんで、でその今そういうのやってなくて、募集すいません。はい、はい、で第2回もちょっとやる予定はありません、今のところ。はい。でもし、窓口がパルパルさんになってるんで、パルパルさんにちょっと面接してもらって、はい、絶対的な信用を置いてるんで。わかりました。はい。で、一般的にお金の貸し借りはしてません。わかりました。はい、すいません。頑張って。あ、ありがとうございます。トムチ、またね。はい。で、こういうね、類がやっぱ多いんですよ。うん。でも会社の仲間はまあいいかなと思うけどね。あとまあたかしとかね、その仲のいい友達はね、まあ、別にいいけど、うん、沖縄の人、トムチーさんちょっとわかんないな。うん。で春子さんとかねだったら貸すけどね。うん、沖縄なんだ。最近トムチーと和解 しました。うん、普通に、まあ、仲いつか普通になりました。約3年間ディスられ続けたんだけどね。うん、いろんな女配信者の枠で悪口を書かれ続けたんだけど、ちょっと俺が謝罪してね、うん、和解しました。どこの女の枠でもコメントするとね、すぐ悪口書かれるからコメントしづらいんだよ。ゼロワン気をつけろ、妊娠させられるぞとかね。うん。いや、松原さんは会社には入れないと。うん。だってできない、集団行動が。うん。だってあのままやってても、まあ、1週間ぐらいは盛り上がってももう無理だと思うよ。揉めると思うよ。あのコメントに聞いちゃうでしょ。うん。だったら一人でやってやるわとか言って、お前らも悪いわとか言って、それ簡単にやり方かって始まるでしょ。うん、そうやっておもちゃにして楽しいかって被害妄想でね。うん、始まり。うん、何もしてなくてもね。だって一緒にいてさ、コメントがどうかなるっていうのは、意識が働いてなくても仕方ないじゃん。
こればっかりは。それどうしようもないでしょ。うん。でそれをこっちのせいにされても困るんだよね。うん。でオーディション合格者っていうか、まあ結果発表はまあしますも決まったんで。うん。で、あの仲間に最終確認してあれします。うん、連絡します。で、まあみんなにあれし許可もらったら発表するっていうことで。はい、うん。それはあのメンバーの中からだよ。うん。で、3枚目ヒカルさんが面接受けたいってなんか言ってたけどね、行けなくて離婚のなんかで、うん、それはパルにお願いして面接が、うん、沖縄に来ることがあったらアムタラ抱いてください。あ、トムチーさん、俺最近やってないんでそういうの女関係、うん、俺最近ね男同士と配信が好きで楽しくて、うん、でなんかお投げしてもなんか湧かないんだよな、うん、湧かない、盛り上がらない、なんか盛り下がっちゃうんだよ、うん、で前凛ちゃんと2人で配信したんだよ1年ぐらい前に。もうその時もなんか変な感じになっちゃって、一緒になんか居酒屋行かなかった、車乗って、でなんかちょっと違うなってちょっと限界を感じたね、あれぐらいから。うん、やっぱ限界を徐々に感じ始めたね。うん、で、あの来るに土下座したことあったじゃん。あの時も俺何やってんだろうなって、こんな惨めな思いして元嫁に土下座して謝ってね、うん、で金まで払ってさ、延長代とか言って俺何やってんのかなって、もうその辺からもおかしな、おかしいなって。で俺最後にしたのはね、クルとマユとサッカー観戦、もう あの伝説で俺はもう終わったんだよ。うん、あれは誰もできないでしょ、元嫁とね、ね、元カノと、うん、あそこでちょっともう区切りはついてる俺の中で。うん、もういいかなって、うん、そう、やっと気づいた。最近男というの楽しそうでしょ、うん、でもいい判断だったと思うんだよ。でマンスリーとかもやっぱ伸びたしね、うん、リスナーさん離れることも少なくなったから、うん、あ、先輩さん、先輩さんって古い人、俺の知り合い違うかな、嬉しい。だから来ると何日か復元してた、去年の話じゃん、うん、去年の話でしょ。あれ、上り落ちたよ、マリオ。え？上りが。うん。いたずら？倒れたで。中入れる？うん。で、一切今後その女関係とかもコメントも触れなくなるから、もう想像に任せるからね。うん。だってさ、俺思ったんだよ。あのすごい、まあいろんな、まあ有名な人たちってとか人気ある、彼女いるのっていうコメントすらなくない？うん、でもそういうのも変えたいんだよ、コメント欄を。うん、もう女はいいじゃん、どうでもっていう感じで変わっていきたい。うん、でもそういうコメントしないで、うん、好きな人いるのとか、うん、どうでもいいんだよ、うん、あ、おつじょり、あ、奈々ちゃんを優先するリスナーはあんまり来ないでほしい、はっきり言って。うん、俺もやってるけど、やっぱ俺のこと見てくれてる人にコメントしてほしい、そういうの。うん、やめて、闇んとこ行って、闇のとこに。気分悪い、ちょっと。うん。
で、おつじょりってそれ、文字の枠に書くことであって、他の枠で書くことじゃないんだよ。うん。何なのそれ、おつじょりって。うん、え、私、文字リスナーだけどとか。え、1万人のリスナーだけどって、なんか、どやってる。うん。どやってます、もしかして。うん。他言ってよ。ごめんなさいって154号なんなんてめえよ、うん、流れてきました、うん、文字を許さないですよ。あ、そうなの、うん、味方にしたら荒らしじゃん、たら荒らさないでくださいよ、うん、なんでそんなおこぼれ拾ってに媚び売らなきゃいけない、ふざけんじゃねえ。ついついゼロワン見ちゃいます。だからモンジョリ見た後に見てるんでしょ。ついつい見ちゃうんだったら俺の配信気になって見るじゃん。違うの。うん。終わってから来るじゃん。だから闇んとこ行ってっつってんだよ。あ、大根おはよう、いらっしゃい。なるほど、相手しなきゃいけない。だから毎日見てますからとか、文字り終わってこう流れてきたんでしょ、千番台ってことは。うん、ブサってお前のがブサイクだわ。これだから嫌なんだよ、流れてきてブサって。てめえブサイクだろ、このブサイク。うん、ブサイク小獣とクソババア。毎日おかまいじっとけよ、うるせえから。向いてないよ、男配信者の枠。うん、オカマの枠が向いてるよ、そういう人は。うん、奈々ちゃん、奈々ちゃんやっとけよ。ねえ先輩、だから最初から013見てたらコメントするでしょ。1285って見てないじゃん君って。嘘つきもいるでしょ、嘘つきも。ねえ、流れてきたから1285なんでしょ、うん、だから俺好きなリスナーも多いんだよ。でもこういう一部のリスナーちょっと苦手かもしれない。うん、で見てやったぐらいのこと言うし、これ01しか勝たんとか言ってごめんなさい、ね。あ、メカちゃん久しぶりじゃん。うん、メカちゃん、メカちゃんはいいよ。うん、だって奈々ちゃんの次に俺が好きでしょ。うん、俺が好きなのはね、キャスは奈々ちゃんで、ふわっちは01っていうリスナーが好き、うん、で、そういうリスナーさん多いからそれはまだいいかな。うん、ひどいこと言うように君がひどいこと書いてんだろ毎日。何がキモい、はじめまして、あ、いらっしゃい、うん、名前がややこしいね、シンプルにした方がいいっすよ、うん、だ女だよ、うん、奈々ちゃんは。俺は女として接してる、男として接してるの。キャス君坊、ふわちゼロワン、顔似てる君坊とか言って美容院に行っておとなしで見てる。あ、そうなの、元気ですか。うん、今日かっこいい、まあ美顔ライドつけてるからね、うん、でこの一番自分がね漏れる角度にしてるから、アングルもこれも研究したからね。ちょっとかっこよく映るときあるし、もうこの絶対的な角度、研究に研究重ねてる、うん、だから例えばね TJ さんとかもね、こう横顔がかっこいい人はね横顔アングルしてるでしょ。バファリンとか
正面よりも、うん、キャス主もそうだよ。